6月に行われた東京オリンピックの聖火リレーの様子を撮影した湖西市のグループ、はっちゃん会が1枚の DVD にまとめ、今日市に送りました。湖西市役所を訪れたのは、はっちゃん会のメンバー4人です。1964年に行われた東京オリンピックの聖火リレーを撮影したはっちゃん会は、57年後の今回も湖西市内を駆け抜けた聖火リレーの模様を8人で撮影しました。今日は影山市長に編集した DVD を手渡しました。出来上がった作品は18分にも及ぶ力作です。そういうのが上からよく見えてよかったですね、このスタートが。全部これ交代交代で、この場所でもやっぱり、あれ過ぎたら次行って、次行って、すごいですね。仕事で見れなかった方もいますので、そういう方にもぜひ見てもらって、オリンピックっていうのはこういうんだっていうのを見ていただければ。はっちゃん会は、新型コロナの状況を見ながら、上映会を企画したいとしています。